それでですね、朝ごはんは、これ、あ、ちょっと好きなウィンナー、僕がいつも食べているウィンナーはこのココロメーカーのこの特用ウィンナーの柔らか薄タイプってやつを、食べています。これが一番ね、僕的には美味しいです。それとちょっとなんかホテルのブッフェみたいなのを、ミートオムレツね、これをね、1個、取って1個使って、朝ごはんで作っていこうと思います。で、これはもうすごく簡単なんで、このお皿にこうやって盛りましたら、ラップでこうやって包んで電子レンジで1分、そしたらその間にこのウィンナーを焼いていこうと思います。大体朝は5本ぐらいかな。味付けはシンプルに塩コショウ。これ僕朝ごはんってさっき言ったんですけど、実はもう時間を見ると12時半ぐらいなんですよ。でめちゃめちゃもう食べたら絶対に夕方の6時とか7時ぐらいにならないと お腹空かないんで、卵あるんですけど、ちょっともう一個卵別で作ります。ちょっと賞味期限も短いんで、ちょっと目玉焼きだけね一個追加で作ります。はい、そしたら、目玉焼きをねちょっと作っていこうと思います。これオリーブオイルをちょっと多めにかけて、卵を、で温度を少し中火ぐらい、中火よりちょっと弱いぐらいかなにして、蓋を閉めてゆっくりねやっていきます。で僕は目玉焼きは黄身は半熟状態、半熟っていうかもうほぼ熟してない、もうちょこっと火が通ってるぐらいで、外側の白身がちゃんと火が通ってる状態が一番食べやすいと思ってます。これぐらいですね、ちょっと半熟状態、これくらいが僕は好きですね。ちょっとこれに軽く塩コショウじゃなくてマジックソルトにしようかな。マジックソルトをかけて、このフライパン本当にくっつきにくいんで、くっつきにくいってものもべったりくっつく感じじゃなくて、もう一回ちょっと離したらこうスルスルするんで、このフライパンすごいおすすめです。はい、ということでこれがね僕の今日の朝ごはんというか、まあ、朝は大体こんな感じなんですけど、お昼ごはんですね、ほぼでこんな感じです。もうホテルのビュッフェみたいな感じになってますね。ということでこれをね食べていこうと思います。 2 hours later。 これ本商品を水洗いし水を切っておきますって書いてあるけど、この汁に旨味成分入ってるよ、捨てない方がいいんじゃない、このまま使います。早速レシピに従わないで、鍋が大きいのでどうしよう、2袋入れて2、3日これ食べます。ここに
白だしを少し足します。まだ一回も使ってないな。そうしたらこの間に、アボカドシュリンプサラダを作ります。はい、ということで完成ということでですね、これ豚汁、これは牛肉の炒め物で、アボカドシュリンプサラダということでね、完成しました。ミスでね、途中録画できてなくてですね、いきなり完成というね感じです。豚汁に一味をパパッとかけまして、それではいただきます。うん、うまい。シンプルに牛肉はうまい。うん、うまっ。うん、うまい。そしてアボカドシュリンプサラダ、これもね、ただね切って盛り付けただけで、イタリアンドレッシングとマヨネーズの掛け合わせ、いただきます。うん、うまっ。アボカド、うん、ちょっとね、アボカドがね、もうちょっと熟しさせた方がよかったかな。ちょっと硬かったかもしれないです。じゃあね、僕もこれゆっくり食べていこうと思います。皆さんもね、ぜひ、機会がある、まあね、この時でね、外出もね、あんまりできないんで、よかったらね、自炊にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた皆さん会いましょう。さよなら。